こんにちは、岩川さん40歳です。今日は YouTube を使って私の恋人を募集しようと思います。イエー、ロケ1、潔癖症じゃない人。私この通りちょっと散らかすところがあるんで、こういうので怒らない人がまず第一の条件です。条件2、平日からゴロゴロしてても怒らない人。はい、私働くのが苦手なので、で、養ってくれる人ならありがたいです。条件3、何かやってるときは喋らない。私ね、何かをやっているときは基本的に耳が聞こえません。かといってやってることを中断させようとしたらすごく怒ります。条件よ、怒って包丁で刺さない人。私もね、刺されるほど悪いことはしないと思うんで、刺したところでお互い損しかないので、刺すのはやめましょう。条件6、経済力がある人。やっぱりね、夫婦喧嘩の原因っていうのはね、大体金がないことが多いんでね、そのお金があって私を養っても余裕が残るぐらいの人だとありがたいです。いかがでしょうか。私と結婚を前提に付き合いたいという女性の方はいるでしょうか。まあ、私と付き合うとなると世間体はかなり悪いと思うので、それを跳ね返すほどの経済力が必要だと思います。小説家さんとか漫画家さんとか、なんか頭がおかしいことがカリスマ性につながる職業の女性の方にはおすすめです。もしよかったらお友達から始めましょう。